重要だから仕方がないのだが。お前が武田家の家督を継ぐ前の話がかなり長くなってしまったな。そうですね。今回こそ、あの長篠での退治の話まではたどり着きたいですね。戦闘そのものは一日で終わったのに、話にこれだけ時間を要するのは。武田家の根本的な体質こそが、長篠での戦の要点だったからだ。甲斐の環境が厳しすぎたために、武田信玄は領地の拡大に活路を求めた。これはあの時代なら、ごく自然な発想とも言える。道義上の問題は多少あったとしても、軍拡路線で大きな成果を上げた武田信玄は、やはり英雄だった。しかしお前がさっき言ったように、時間のロスが致命傷になってしまった。導火線がみるみるうちに短くなっているのを、親父も自覚はしていました。いつかは燃え尽きるのだからな。そうです。しかし、そのタイミングが最悪でした。もしかしたら、とうとう三河への侵攻が、燃え尽きるのをより早めてしまったのかもしれませんがね。そういう面から言っても、軍拡路線をひたすら突き進むのは、やはり諸刃の剣なんだ。攻める、奪う。これが成功すれば短期間で国が富む。初めの頃は敵も小さく、警戒も薄かっただろうからうまくいった。だがそれを続ければ敵は徐々に強大になり、攻められることを警戒もしだす。だから、いつまでも勝ち続け、奪い続けることはできなくなるんだ。命にも限りがあるしな。しかし、一度軍拡に舵を切ってしまうと、方針転換がとても難しくなります。散々敵地を蹂躙しておいて、突然、これからは外交と内政で、なんて言ったら、袋叩きに合いますよ。要するに、むやみに軍拡に走ると、戦い続け、勝ち続ける以外の選択肢がなくなるということだ。周りに敵なし状態になるまでな。その道の半ばで、あの親父は死にました。年老いた親父が死に、若いお前が後を継いだ。これでまた導火線が長くなった、というわけではなかったな。親父が短くしていったのは、自分自身の寿命だけではなく、武田家そのものの寿命でもあったのです。つくづく悪いタイミングだったな。武田信玄が死ぬのがあと2年早いか、あと2年遅かったら、まだマシだった。導火線が燃え尽き、爆弾に火が移る寸前に、俺に投げてよこしましたからね。あれをどうすればよかったのでしょうね。それは知らん。まあ、その2年後に長篠の戦いが起こるわけだが、お前はその前年に山を越えて美濃に侵攻してきたよな。あれは何だったんだ？はい。まず前提として、武田信玄が死んでも、武田家が軍拡を止めるわけにはいきませんでした。そうだな。あの美濃攻めには色々な意味がありました。あの時、家康殿の遠く海を再び攻めれば、おそらく勝てたと思いますが、それで万一にも敗れれば、武田家は罪です。親父が干渉した徳川軍に、息子の俺が勝てなかったら、内外問わず、武田軍は弱体化したと評価されてしまいます。同じ相手と二度戦うのは嫌なもんだしな。そうです。一度勝っていても、戦い方を研究されていて、次は敗れることもありえますからね。あの美濃攻めも、勝ったのは俺でしたが、戦果は小さかった上、戦法を研究され、後に大敗する原因になりました。悪かったな。あとは冬打ちで、美濃を一気に制圧してしまう狙いもありました。冬にあの険しい山道を越えて攻めるなんて、予測していなかったでしょう？当たり前だ。普通は雪山越えで疲れ果てて、戦にならん。武田勝頼は馬鹿なのかと疑ったくらいだ。ところが、戦ってみたら恐ろしく強い。武田軍は違う意味で馬鹿だと思ったぞ。勝ち続けることを義務付けられてしまっていたことに、将兵も気づいていましたからね。並大抵のメンタルではありませんでしたよ。確かにそうだった。あのまま美濃全域を奪われていてもおかしくはなかった。越後の上杉謙信が、
武田軍の主力が不在の隙をついて、信濃に侵攻するという流言を流して、お前らを撤退させたけどな。あれは流言だと疑いながらも、撤退するしかありませんでした。万一にも退路を断たれたら終わりですからね。冬の敵地に十分な食い物なんかない。いくら強くても上には勝てない。逆にあれで開き直り、美濃の平野部に出て、食い物を役立つしながら戦を続けるというのも考えました。なんでやらなかったんだ？略奪は奪う気がない土地でやるものでしょう。でも俺は身の奪う気でいたのです。そうすれば、信長殿と家康殿が互いに援軍を送れなくなりますからね。なるほど。それをやられたら家康は完全に終わっていたし、俺も苦しい状況になったな。しかし結局俺は、あれだけ大掛かりな出兵をしたのに、東美濃の一部しか奪えず。武田家の導火線をさらに短くしてしまいました。俺は普通に、もう一度家康殿の遠く海三河を攻めた方が良かったのでしょうね。そうかもしれん。結果論だがな。こうして信長殿を相手に、小さくても一つ勝ち星を挙げたものの、根本的な問題はまるで解決できませんでした。それで焦った俺は、翌年釣り出されるように三河へ進攻したのです。あの家康の策は巧妙だったな。岡崎城に武田家の内応者がいるのに、わざと見て見ぬふりをして、武田軍を三河に引き入れた。事前に、信濃との国境の長篠城の奥平定政を徳川家に帰参させ、主要な城の防備もガチガチに固めた上でな。俺は内応者に城門を開かせ岡崎城を奪い、そこで信長殿の援軍を止めている間に家康殿を討ち、遠く海を制圧するつもりでした。狸にまんまとはめられたわけだな。そうでしたね。つまり自ら攻め込んだと思っていたのに、狸の手のひらで転がされていたわけです。三河に深く侵入したところで、家康殿に岡崎城の内応者を処断され、行き場をなくした俺が、長篠城を攻めるところまで読まれていました。しかも家康は、長篠城が落とされても構わないと割り切っていた。地形が味方して、城が落とされる寸前に援軍が間に合ったのは、ただの偶然だ。今こうして振り返れば、もし長篠城を落とせていたとしても、結果は変わらなかったのだとわかります。策にはめられて戦に誘い出された時点で、ほとんど勝負はついてしまっていました。長篠城みたいな古城を落とすも落とさないも、大した問題じゃないからな。まさか敵地で奪った城に籠城なんかできるはずもない。しかし本当は俺も家康も、お前が撤退するのを望んでいた。どんなに有利でも、戦えば何が起こるかわからないからな。あそこで撤退してくれれば、武田家は確実に罪だったんだ。勝ち続け、奪い続けなければならない、武田家の体質を見抜かれていたのですね。そうだ。長篠城を攻めずに素通りするか、俺と家康の援軍が近づいたところで諦めるか。撤退を考えてしまいそうなタイミングが何度かあったよな。本音を言えば、撤退も頭をよぎりましたよ。重臣らが止めてくれなければ、撤退してしまっていたかもしれません。そうか。古参の重臣らとお前は、折り合いが悪いと思っていたがな。決して仲良しではありませんでしたが、重臣たちも、武田家を背負うプライドを持ってくれていました。そして、敗色濃厚な戦場に、進んで赴いたのです。ああ、なんであんなに戦えるのかと思ったが、あれが武田のプライドだったんだな。実際、危ない場面も何度かあった。はい、しかし、結果は俺の完敗でした。あの敗北は、武田のではなく、俺のでした。まさか、あんな戦術を用意されていたなんて、思いもしませんでした。ああでもしなければ、武田に勝てる気がしなかったからな。長篠の戦いが大激戦として語られるのは、つまり、武田軍が強かったからなんだぞ。